ちなみになんですけども、はい、あのこの番組はあのウォーキングでいろいろこう歩いていくんですけども、はい、僕らウォーキングの資格持ってますね。ウォーキングの資格、はい、なるほど。三重県ってこうウォーキングとかこう散歩したりっていうコースってあるんですよね。コースは実言うと僕がマラソンランナーなんですよ。フルマラソンより長い距離の100キロマラソンに出てるんですよ。いやすごい。そうです。なんで一応あの2019年度北海道のウルトラサルマコマラソンで、はい、あの9時間46分というタイムで、あのその大会同大会全国お笑い会第1位なんですよ。いやすごい。100キロです。すごいな。じゃあそ の, あの走るコースやったり、はい、あの散歩するようなウォーキングコースっていうのは三重県には結構あったりありますね。公園とかね、あの夢クジラ公園っていうところがあって、四日市コンビナートと隣接してる公園があるんですよ。ああなるほど。そこはもうあのナイトランって言って、あ夜中はもう夜中をあの大会であるぐらいそういうウォーキングコースになってるところがあるんですよ。あ、いいですね。じゃあそういう体を動かせるところがあるっていうのはありますね。え、コンビナートで言われる工業地帯です。そうです。あ、もうあのだから皆さんの教科書に出てくるんですよ。教科書ね、四日市、うん、工業地帯、景色が綺麗な夜景、ね、そうです。だ一時期四日市が公害の街って言って、まあ、僕らの世代の時は教科書出てたんですけど、そうですね、そのそれでイメージありますわ。でもそういうの今払拭されて、今はもう綺麗な夜景とか、はい、そういうデートスポットになったりとかしてるんですよ。郊外はね、すごい印象を作ってますよ、ね。あれですね、その地元の人に聞いてやっと分かりますよね。そう、あれそういうコースがあったりとか、はい、なんか観光で来た時にちょっと歩いて観光地を巡りたいっていうのも、実はそこにちゃんとコースがあったり。いや、ほんまそうよ、ね。で、三重県って意外とマラソン大会が多いんですよ。え、ただフルマラソンがあるのは松阪市だけなんで、あとはハーフのコースのマラソン大会が結構いろいろあるんですよ。じゃあ比較的に初心者の方でも参加しやすい。しやすいですね。ただやっぱり山があることが多いので、そのマラソン大会、そうか、きついのか。ゆずいです。ゆずとかもありますよね。はい。だからあのこの間ニュースになってた三重県菰野町っていうところでは、はい、カモシカマラソンっていうのがあって、はい、それこそあの松本さん の, あの親戚の方がいらっしゃるところ、東、はい、こちらも東にもハーフマラソン大会があったり、はい、いろんなところであるんですよ。呼んでほしいな、ウォーキングのイベントとかやってるからね。あ、まあ、ハーフマラソンだ、そう、ウォーキングじゃないですかね。でもまあ近しいですよね、運動するという意味では。だいたいコースは一緒ですもんね、はい、体を動かすっていうのは。ちなみにお二人マラソンはどうなんですか、やる気は。いや、ないです。ないです。早っ。ないです。マラソンはやっぱりダメです、ダメです。ウォーキングとマラソンってやっぱり使うところが違うんで。そうです、そうです。やっぱりマラソンはいいですマラソンはやめときましょう、はい、すごい今歩み寄ってもずくぞって振られた感じがいや、でも全く違うところですもんね。そうそうそう、はい、でもマラソンやってはった、いろいろやられてますね。いや、いろいろやってますね。プリン作ったり、もうマラソンやったり、生きていくために必死ですね。まもなくスポットにこの方のまつわるところがあるんですよ。あ、もう終わりますか。いやいや、はい、もうそれそれだけないですよ。と、はい、お前ただまだあの何にもないよ。マラソンの話しか聞いてない。大丈夫。ちょっと本当に数十メートルでついてしまうので、はい、あの一旦ちょっとやめましょうか。いや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 、あのそこでいろいろ喋りましょう。はい。あ、もう間もなくついちゃうんで、ちなみにもう一回おさらいしますか。はい。ヒント出しましょうか。ヒントください。ヒント。はい。僕と同期です。え？いや近いですよ。はい。だって先輩かも、一個上ぐらいでしょ。そうです。元のここまで言いましょうか。もう元。吉本芸人です。え、でもあの方って言っちゃっていいんですか？なんか言うとちょっと待ってください。犯罪チックな方で犯罪チック？なんかね、あの事故的な感じで。いや、それその人思ってる人は違います。違います。まあコンビやったからね、はい、はい、オレンジさんがなぜ分裂したかっていうのは、はい、の人じゃないですか。ない。そうですね。今のやった条件全部当てはまるんですよ。規制同じ感じで、はい、相方出さないです、クイズに。
いやもう、もうやばいです、そっから西川さん下手したら見えちゃうんで、ちょっとやばいですよ、もうこれ以上行ったら、ここで一旦答えをもらって、合ってても間違ってても、そのまま行っちゃうっていう感じですよ。いや、でも西川君、でも行ったら、行ったらもう、いや、あかん、ここで行ったらもう、行ったらもう終わっちゃうで、終わっちゃうね、はい、ただ僕の斜め前に、どら焼きっていうのが見えてるんですよ。あれ？いや違う、あれじゃないと思う。あ、もうダメです、もう本当に見えちゃうんで、ここで一回答えください。あ、じゃあ、はい、え、パイ、ダッチューの、だいぶ先輩やろ。いや、俺ら、え、先輩ちゃうの。いや、学生の時に見てたんで、ダッチューの。もうこれは答えが出てもあえて言いません、もうすぐそこで答えが出てるんで。わかった、当てていいですか。いや、もう答え当てても言わないですよ。はい、デッカちゃんだよ。元吉本。なるほど、吉本。今吉本抜けてる。あ、アクセルホッパーさん。ポンポンスポンポンポンスポンポンポン。あと、甘い糸田さん。確か。あ、ごめん、名古屋。確か。もうじゃあ行きましょうか、答え見に。糸田さんじゃ。行きましょう、行きましょう。いいですね。すごい。こちら見てください。ここ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 。あーか、ほんま。悔しいです。悔しいです。忘れてた。いやー、出た、これは出たわ。